今年の夏はずっと暑いにゃん。太陽は1億年ずつ 1% 明るさが増しているらしいにゃん。地球は約5億年後に太陽の熱で海が蒸発して生き物が住めなくなると言われているにゃん。ちなみに太陽は100億年で消滅すると言われていて、猫先生の寿命の半分くらいはみんなを照らしてくれるにゃん。おっと、申し遅れたにゃん。寿命の長さはだいたい222億年。猫先生でにゃーる。よろしくにゃー。早速一つ目のニュースにゃ。2024年7月8日から7月22日10時59分まで、消滅都市にゃんこ大戦争コラボイベントを開催にゃ。レアガチャに期間限定消滅都市コラボガチャが登場にゃ。過去のコラボで登場したキャラクターたちが再登場。そして謎の少女ユキ、狂乱のユキ、失われし世界のユキ、幸せを願った少年ソーマは本能解放可能。期間内でしか入手できないキャラクターをぜひゲットしてほしいにゃ。コラボキャラが登場する限定ステージが登場にゃ。クリア状況がリセットされ報酬も復活しているので、初めて遊ぶ人も過去コラボを遊んだ人も全ステージ制覇を目指すにゃ。コラボステージ消滅都市ロストへでは、ステージをクリアすると限定キャラタクヤとユキが稀に手に入るにゃ。さらにクリア時のスコアに応じて大量の経験値がゲットできるコラボステージ魂の都や教習ステージメシエ教習が登場するにゃ。コラボ開始4日後7月12日11時からは、海岸のタクヤとユキ、失われし世界、海岸の赤髪のユキニャン襲来が続々登場にゃ。コラボ開始7日後、7月15日、11時からは、限定ステージ、天井の世界が登場にゃ。出撃制限がかかるステージで、クリアすることで、限定キャラ、カノとソーマが稀な確率で手に入るにゃ。もちろんトレジャーレーダーを使えば確実にゲットできるにゃ。そしてヤマトド探検隊でも限定イベントにゃ。消滅都市からリークが登場。ハッキングで獲得アイテム量をアップしてくれるにゃ。でも現実の世界でハッキングはしちゃダメにゃ。コラボ限定キャライキニャンがゲットできるログインスタンプキャンペーンや、ニャンコミッションの期間限定スペシャルミッションなど、遊び尽くせないほどのイベント詳細はゲーム内のお知らせをチェックにゃ。猫先生消滅都市大好きだったにゃ。ストーリーも音楽も涙腺をここぞとばかりに刺激してくるにゃ。たくさん遊んでいたにゃ。にゃんこ軍団を代表してありがとうを伝えたいにゃ。でもさようならじゃないにゃ。オフラインでもたくさん遊ぶにゃ。トリビニャ。人生に全く必要のない知識、でもつい友達に教えたくなってしまうようなにゃんこ雑学トリビニャ。知ってるようで知らないかもしれないにゃんこ大戦争の雑学や攻略のヒントをどしどし発信していくにゃ。今回投稿してくれたのはまるでゾウさん。悪魔シールドが展開されているときはにゃんこの妨害効果が敵に入らない。猫先生の天敵ともいえる悪魔の敵たちは、悪魔シールドというダメージを一定量与えないと破壊できないとても厄介なシールドを持っているにゃ。そのシールドが展開されているときは、遅くするや止めるなどの効果も無効になってしまうにゃ。これはしっかりと覚えておくにゃ。
猫先生はなんとか目力でシールドを破壊できるようになったけど、悪魔にはとにかくシールドブレイカーが欲しくなるにゃ。今回のトリビニャは極兵。悪魔の敵がノックバックすると悪魔シールドが再度展開されることも忘れないようにするにゃ。にゃんこ TV では皆様からのお便りやコメントを募集しているにゃ。トリビニャやこの番組へのご意見ご要望どしどし待っているにゃ。お便りは動画概要欄にあるフォームから送信することができるにゃ。次回もお見逃しなくにゃ。チャンネルを登録してにゃ。押しは押せるときに押すにゃ。